皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は静岡県富士見高校の特進説明会のお知らせをします。富士見高校さん、特進が変わるんですよ。これまでは特進1類と特進2類、この2つに分かれてこれね、募集していたんですけれど、これが特進コースという一つのまとまったコースになります。特進一類といったら、国公立大学、難関大学を目指して勉強するコース、1日の授業数は7時間でした。特進二類は4年生大学を目指すんだけれど、部活もやりたい、そういう人が勉強するコースで、授業数6時間だったんですね。これをなぜ一つにまとめるかというと、例えば一類で入学した生徒ね、勉強していくうちに、あ、部活もやってみたい、個性変更したい、こういう人が出てくるそうです。2類で入ったけれど、4大でも国公立とか難関大学を目指したい、そういう勉強をしたい、そういう人が出てきます。でもこれまでのコースだと個性変更ってできなかったんですよ。1類から2類とか2類から1類とこういう変更できなかった。そういう希望を叶えるために、特進1類2類を一つにまとめて特進コース、このようにするというお話でした。細かな部分はこの説明会でお聞きください。日時なんですけど、令和6年の5月の11日の土曜日、時間は受付が10時から、説明会は10時30分から12時まで、このようになっています。内容は学校の概要説明、ここでね、特進コースどうなるのかというお話があると思います。それからコース紹介、授業見学で個別相談があるそうです。申し込みはホームページの方からお願いしますということです。こちらのチラシをお持ちの方は、ここに QR コードがあるので、こちらから申し込んでください。また動画の中にも QR コードを表示しますので、そちらからお願いします。今回は静岡県富士見高校さんの特進説明会のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。